オープニング撮るの忘れました。これ後撮りになってるんですけど、まあこういう棚です。この棚、まあちょっとまだ見せないようにしましょうか。こういう棚を今から作ります。はい、どうぞ。シュワ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 。
な感じです。まあ何するってわけでもないんですけど、まあ棚を作ってみましたっていうことですね。漫画を読んだりとか、あ、音楽とか作ったりとか、まあ趣味でやってるんで、うん、まああとは DIY の、サイズとか設計図とか書いたりとかするように、作業用のまあ棚みたいな感じです。これでまあこの壁もちょっとは寂しくなくなったんじゃないかなと思いますね。またちょっといろいろやっていきたいと思いますけど、とりあえずそんな感じです。あ、まあこんな感じなんですけど、これは30センチ40センチのまあ木です。これが 1x4、 これが上に乗っかってるのが 1x8 ですね。 1x8 3枚、あ、まあこの下も 1x4 です。これも 1x4、 これが 1x8。 このスピーカー、なんかもともとテレビ台だったんですけど、これがこのスピーカーをまあ利用してるんで、これに合わせたサイズでちょっと作っちゃったんで参考にはならないと思いますけど、まあこのスピーカーがなかったとしたら、ここがまあ空洞になるか、まあここにももう一個棚入れて作ってみてもいいと思いますし、とりあえず金具とかは使ってないです。ほとんどもうネジで留めて、ちょっと汚いですけど、まあアイアンペイントで塗って遠目からは全然目立たないよっていう感じですね。作業棚としてはうまいこと言ったんじゃないですかね。まあもっと綺麗に作りたかったら、ああいう穴とかダボを穴開けてダボ埋めして黒く塗っちゃえば全然目立たないと思うんで、今回もこのワトコオイル、ダークウォールナットなんですけど、これをちょっとまた薄めに塗りたかったんで、黄色い変な雑巾みたいのでやりましたけど、まあハケとかで塗ったらもっと濃く色もつくんですけど、ちょっと薄めの方がいいなと思いまして、あっちのラブリコの棚とかもそうなんですけど、この柱とかも同じような感じでいきました。あ、スラムダンク完全版全部持ってます。こんな感じです。これこの間作った子供とあれしたアートです。まあこんな感じで作業部屋がどんどん完成していくと思うんで、次の DIY も見てもらえれば嬉しいです。まあそんな感じで、すいません、チャンネル登録お願いします。高評価もよかったらお願いします。なんか友達は高評価とか言ってなかったですね。なんかライクをとか言ってました。ライクをぜひお願いします。チャンネル登録もお願いします。ちょっと